上流。先ほど鶴野さんから連絡がありました。三代目西谷誉れは死亡、鬼神会の拠点も焼けたと。鶴野は初めから西谷を殺す気でいた。ええ、近江連合の解散を前に西谷の排除は避けられません。その最も確実な方法は彼を殺すことです。それを望まないのはあなただけでした。そうだったんだろうな。近江連合と東城会を同時に解散させるとなれば血が流れずには済みません。西谷の死はきっとそれを最小限に抑えたはずです。より大きな犠牲を出さないためには誰かに泣いてもらわなきゃならない。天下国家を語る連中はいつもそう言ってことを進めるかもしれませんね。鬼神会は殺し屋の元締めのような組です。西谷の手もだいぶ血で汚れていました。彼の犠牲が役立つなら私もそのように進めます。渡瀬や大吾も同じだと思うか。少なくとも理解はするでしょう。彼らは組織で万単位を束ねる立場。おそらく日常的に残酷な損得感情を強いられてきた。例えば今回の件を知って鶴野にペナルティを与えるか。答えはノーです。仕事が一段落したんで報告に寄っただけなんだ。鶴野に聞いていたんならそれでいい。とにかく近江の解散を前にその最大の障壁はなくなりました。あとは渡瀬の出所を待って極道の解散を見届けるのみです。あなたも一旦蒼天堀を引き払ってはどうでしょう。また渡瀬が出所する前日にでも戻ってくればいい。寺にこもってろってことか。今すぐにとは言いません。やるべきことが済んだらで結構です。今夜はお疲れでしょう。赤目さんのところでゆっくり休んでください。一度寺に戻りましょう。よろしいですか。ああ、もうやることは全部済んでる。さすがですね。では大阪ともしばしのお別れです。渡瀬の出所を待ちましょう。
酒が食い取った量とちゃう。ええー、からあるだけ持ってこいや。色つけて腹たるわ。おお、鶴の葉、久しぶりやの。あんたも忙しそうやないか。まあなあ、明日になったらやっと刀の荷下ろせるわ。そうか、頭が戻ったらいよいよ会長も後目譲るやろ。明日の出所祝いはそのケーキ漬けや。渡瀬組が忙しになるんはむしろそっからちゃうか。確かにせやな。けど頭の襲名を一番喜ぶはずやったんは西谷会長や。それが今時勝ち込みでやられた上に上流とかいう犯人も見つからん。ほんま何があったんや。うちでも調べとります。俺も世話になった会長殺されて腹渡にゆっくり返っとる。世話になった、お前がかいな。なんでっか、なんやおかしなこと言いましたか俺。まあある意味可愛がられとったもんなお前。西谷会長にじっくりなぶられながらごつなったんやろ。身も心も奴隷にされとったんやな。あの人は関西極道の鏡です。可愛がられて光栄でしたわ。西谷会長のことは親父も胸痛めとるはずや。明日は明るうて迎えたってくれ。言われんでも分かっとるわい。ほなな。同じ近江の門に嘘つくっちゅんは胸が痛めますね。そんな余裕あるかい。こっちも命かけや。あいつなんか解散宣言聞かされて真っ先にブチ切れよるやつやで。ほんま、明日は誰が何しおるかまるで見えん。久々にヒリヒリしますわ。キリュウさんはどないしてる。まだ大道寺一般とこです。これから大阪来るはずで。明日いよいよですね、キリュウさん。座禅中なんだがな。ええ、ではお構いなく。いいさ、いつでもどこでもできんのが座禅のいいとこだ。大道寺にとって極道の解散は言ってみればどうでもいいことでした。しかし今になって風向きが変わってきたようです。ん？あなたはご存知かどうか、青木亮という都知事が荻窪先生を追い落とし、後釜として民事党の幹事長になりました。彼こそが表の政治と裏の謀略で近江や東条会に首輪をはめる権力者です。若くして図抜けた力を握ろうとしています。それは大道寺一派にとっても目障りこの上ない。でも明日突然近江連合が解散すれば青木には深刻なダメージでしょう。つまり？あなたのしている仕事は一派にとっても有益ということです。加えて渡瀬組から受け取った500億の資産。ただ飯食いと言われたあなたが誰よりも大道寺に貢献している。そうやって金で手のひら返してると安く見られるぞ。命を救われた恩もある。ま、それは私の個人的な話ですが。どうした、今日は嫌にしようらしいな。部下との密なコミュニケーションは組織運営の基本です。勉強になるよ。まあそんなわけで今の仕事が済んだら少しのんびりしてくるといいでしょう。私から上の者にあなたへの褒美をねだっておきます。褒美？ここにこもりっぱなしでは息も詰まります。休暇で一人旅なんてどうです。いい気分転換になりますよ。沖縄や神室町はさすがに避けていただきますが、なるべくご希望に沿います。
一人旅か。普段はあまり頭にないかもしれません。でも改めて考えれば、一つくらいどこか行きたい場所はあるでしょう。そういや、いつかハワイに行きたいと思ってた。何か思い入れでも？ユミが言ってたんだ。結婚式といえばハワイでしょって。何かのバカ話の時にポロッとな。ユミというのは沢村ユミさんですね。沢村遥の母親。あなたにとっては最愛の女性。ナナアラヒル記念協会。ん？ひまわりという片田舎の養護施設で育ち、夜の街に生きたユミが憧れた場所だ。その教会がハワイに？だから俺は死ぬまでに一度この国から出て、こいつをその場所に届けてやりたいと思っていた。俺が唯一ユミに贈ることができたプレゼントだ。キリュウさんにそんな素敵な思いがあるとは知りませんでした。花は？はい。余計なお世話だ。確かに私の悪い癖です。アイスとは結婚を約束していたわけでもね。若い頃俺はずっと思いを伝えられずにいた。やっと口にできたのはあいつの死に際だったんだ。キリオさん。やっぱり今のは忘れてくれ。ハワイってのもたまたま思い出しただけだ。それにまずは明日を乗り切らねえとな。近江の極道たちを前にいきなり解散を切り出すんだ。何が起きるか分かんねえ。ハワイや旅行先でなくてもいいんです。他に何か欲しいものがあれば何でも。俺は自分の人生も名前も消した男だ。欲しいものは何もねえ。もしあったとしてもあんたに用意できるもんじゃねえ。実を言えばあなたが望むものは分かっています。しかし沖縄の子供たちと会わせることだけはできません。ああ、よく分かってる。やっと来はった。お前も来ていたのか、鶴野。ええ、あんたをお待ちしとったんです。こちらの暇人が上流来るまで待ちたい言うて急に来てな。うちは忙しいっちゅうのにほんま迷惑やったわ。わあ、わあったわあった。うっさい女やの。どうした、何があった？いえ、大したことやないんですが、明日の話です。もろもろ説明しとこう思うて。せやけどここじゃなんですから。明日親父とは蒼天堀の外れにある建築現場で待ち合わせです。親父は無所出たその足で来ますんで、バシッとスーツに着替えてもらうてから近江連合の本部へ向かいます。渡瀬は俺が来ると知ってんのか？ええ、弁護士づてですが、親父にはあんたのことを何もかも知らせとる。俺らが西谷やった時あんたが居合わせとったことも。そうか、その説は騙すような真似してすいませんでした。お前が説明したい話ってのはそっちか？
後悔してるわけやない。やり直せたとしても俺はやっぱり西谷を殺します。ただ騙し討ちであんたに手を汚させといて、あいつは殺すべきクズやった、自分は正しかった言うて詫びも入れんのは、それはあかんと思い直しました。明日をもって俺は何の肩書きもない元ヤクザや。そんなもんに頭下げられたとこであんたにええことは何もあらへん。せやけどほんまにすんませんでした。極道として生きてきたのは俺もお前と同じだ。すんませんじゃすまねえことだらけ。お前だって今本気で許されると思って頭下げてるわけじゃねえだろ。お互いやっちまったことはこの先の人生で背負ってくしかねえ。大宮東上会を解散させたとこでそれは同じだ。要するにそれはお許しいただけへんということで。答えは自分で考えろ。自分で考えろってそんな殺生な、イエスかノーかの話やないですか。桐生さんに許してもらわな明日に備えられません。お前俺に文句言えた立場か。あ、そうですね、重ね重ねすんません。で話はそれだけか。いえ、一つだけやけど、ええニュースもあります。ん？さっき近江連合の本部に侵入者が現れました。その一人が元東上会の春日一番って男で、桐生さんご存知でっか。最近18年ぶりに無所出てきたんです。うっすら聞いた記憶はある。18年前は俺も檻の中にいたんでな、別の無所だったが。それより春日はなんで近江に侵入を。春日はもともと荒川真澄の子分でした。それが出所後浦島太郎をよろしく神室町に戻って、そこで荒川に撃たれたんです。なんだと。その時荒川は近江連合に対して東上界の裏切り者を演じ取ったとこでした。芝居を続けるには元東上界の子分を容赦なく撃つ必要があった。それにそうせな春日は他の近江に殺される可能性が高かったんです。だから荒川はギリギリ殺さんように春日を救うために撃った。大した離れ技じゃねえか。春日はその後荒川の真意やら解散計画のことやら全部知りました。でおやすさんとしたら荒川の呼びかけに応じて大阪へ出てきたっちゅうわけです。明日解散宣言の時も俺らと一緒に備えてくれる。戦力として期待できんのか。真島五郎と西島大河相手に互角やったそうです。もちろん春日はもう何人か仲間連れてましたけど。そいつは確かにいいニュースだ。明日うちの親父が解散切り出した時はっきりどうなるか読めません。信用できるもんはほんの数人。せやけど親父と東上界の六代目はその場の近江全員に宣戦布告する覚悟です。二人を守りきって解散を遂行するんが俺らの仕事や。ああ、いざって時は俺もあいつらの盾になる。その用心棒代込みの500億だったんだろ。恐れ入ります。ほな桐生さんも明日に備えてゆっくり休んでください。お待ちしておりました。親父も直到着です。今出所してこっちに向かってますわ。用が用なら盛大に迎えるとこやけど、
無所での出迎えは禁じられてます。それは近江連合若頭でも同じことで。ああ承知してる。せやった、あんたも10年食らってはったな、親殺しの罪で。これから近江ぶっ壊そういう俺らも似たようなもんやけど。なんや獅子堂、急におじけづいたんか。長年あった極道の組織と歴史を俺らだけで幕引こ言うんです。頭は緊張せえへんのでっか。しとるかもしれんけど、もう腹は決まっとるからな。お前気ぃつけろや。親父の前でそんなくだらんこと言うんちゃうぞ。へい。ありませんな、親父。お帰りなさい。鶴野、獅子堂、ようやったな。死んだはずの竜を生き返らせたんや。大変やったやろ。超手こずりましたけど、元手が500億あったもんで、大道寺の首輪もかなり緩くなりました。よう来てくれたな、キュリオン。お互いややこしい立場になったもんや。あんた探すのにどんだけ銭つこたか。あってそうそう金の話とはな。昔はもっと夢のある男だった。死人に化け取った男がどの口で言うとるんや。大体最初から無理やったんとちゃうか。死体も身内に堂島の竜が死んだ言われて誰が真に受けんねん。そんなもんアホだけや。お前以外はみんな騙せていた。本気でそう思とるんやったらあんたも大概やな。しゃあけどその話はもうええ。今日はあんた抜きではやれん一大事がある。極道終焉の日や。ああ思い切った手に出たもんだ。お前も大吾もわしらが思い切ったんとちゃう。時代がわしらを追い詰めたんや。政治家や警察の皆様がとうとう法律でわしらを人間扱いせんでもええようにしてくれはった。この先極道は組織ごとお上の言いなりになるか、地下に潜ってマフィアになるかや。そうらしいな。今やったらまだ第三の選択肢を用意できる。組を解散して新しい受け皿でできる限り多くの極道を救い上げる。これが遅れれば遅れるほどわしらにできることはなくなってくんね。ほんでより多くの極道を路頭に迷わせることになる。それが正しい判断かどうか正直俺には分からねえし、口を出す資格もねえ。だがお前らが命張ってやろうとしてることだ。手重ねる理由を思いつけなかった。あんたも大道寺のリスク背負ってきてくれてることは聞いとる。それでも近江連合と登場かい。この二大組織に引導を渡すには伝説の極道たちが必要や。ふん、今日は頼むで、キリワン。親父、解散届はお持ちで。ん？歴史的な瞬間です。解散届持って決めのポーズくれませんか。おい、アホなこと抜かすな。ええやないですか。今時は何でも記録に残すんです。ねえ、キュリュウさん。おい、やめろや。ええ加減にせ。
死んだはずの東条会元四代目と結託した近江連合若頭、組を裏切り近江連合の解散を画策。その懐には今警察への解散届が入っとる。なるほどな。お前は解散に反対っちゅうわけか。獅子の近江の人間がこの動画見てもたら誰かてお前らぶっ殺すわ。そんで俺は裏切り者暴き出した英雄になれる。何やと。とりあえず渡せ組はいただいとこう。もう根回しも済んどるんで。あんやお前ら組長も頭も反逆者やった。そらみんなアホらしなるわ。あんたは親父らに尻尾踏んのに夢中で下のもんが見えとらんかったな。要は器が小さいいうことです。お前は違うってな。部をわきまえて一歩一歩行きますわ。まずは組長から始めて、ゆくゆくは近江の跡目。大きく出やがったな。生まれが悪いもんで俺はチャンスと見たら命張るも惜しないんや。今日まで2年ずっと待っとった。近江解散の陰謀を暴くこの決定的瞬間をな。そんな前から裏切っとったんか。ドアホ、先に裏切ったんはお前らやろか。おお、俺だ。寂しかったろ。西谷桐生一馬に渡瀬勝る。お前らクソ虫だよ。裏切り者の老いぼれども。あんたは何で生きとるんや。西谷会長。西谷会長を殺したんは俺やったでしょ。桐生さんはその現場におったが俺の背中越しにしか見とらんかった。血のりが出るおもちゃで刺すふりしとっただけや。ちゃんとすぐそばまで救出チームを来させとった。全部計算づくや。お前らの悪巧みもここまでやな。なんでや獅子堂。お前も西谷を恨んとったやないか。せやのになんで。おっしゃる通り、俺は西谷会長にずっと命握られて何年も地獄を味わわされてきた。そこに手差し出して拾ってくれたんはあんたや頭。その恩をあだで返すか。ガキン頃ゴミクズ同然やった俺が今じゃ肩で風切って街歩いとる。ずっと憧れよった眩しい夜を生きとるんやで。強い側に立って初めて分かった。力と恐怖で人を支配するっちゅうのはこんな気持ちいいもんなんやな。お前、俺が食う飯、着る服、抱く女、あんたはそれを俺にくれたったと思うとるかもしれん。ああちゃうで。何年もかけてどん底から這い上がったんはこの俺や。あんたは最後にほんの少し手差し出しただけ。どえらい勘違い男のあんたにアコで使われて何遍ぶっ殺そう思ったかわからんで、我ながらよう我慢できたもんや。あんたに借りなんぞない。俺が手にしたもんは全部この俺が
自分の力で勝ち取ったもんや。それを何や、国をなくすやと、近江連合を解散させる、アホ抜かせ、頭湧いとるのか腰抜けか、獅子堂。せやけどお前らの陰謀騒ぎ立てたところで何の証拠もない。時が来るまで泳がしとくことにした。さらに証拠掴んだとして一人で近江を塗り替えれる思うほど俺もアホちゃう。ちゃんとその後の絵描いてみせな。誰もついてこんやろ。鬼人会を後ろ盾にしたらみんな解決や。この間火事場で助け出した西谷会長に俺は手の内全部晒した。桐生一馬の製造、近江連合と東条会の解散計画、驚愕の裏切り、許しがたい陰謀だよ。だろ渡瀬の兄貴、昔はあんた人言派の出ってことも気にせず俺を認めてくれたじゃない。極道は力さえありゃそれが全てだって、口だけじゃなく手本も見せてくれた。あんたを本物の男だと信じたから代わりに手汚すのだって構わなかったんじゃねえか。あんたが任侠の善玉みたいな顔してられんのは誰のおかげだよ。なのにこの俺を解散の邪魔だ、殺せ、始末しろときた。耳を疑っちまうよな。ちゃう、あんたを殺すっちゅうのは俺が言い出したことや。黙ってろ鶴野、言い訳にもならねえんだよそんなもん。俺のことも近江のことも渡瀬の兄貴は裏切った。俺らがそれでどんだけ傷ついたと思うなあ。それに引き換え獅子堂、お前はマジで大手柄だ。愛してるぜ。あんたらがいらんいう近江の組織は俺らが丸ごといただいたる。そのためになら憎い相手だろうと喜んで尻尾振るってわけだ。おうよ、そこまでやったから今この状況がある。正直に言う霊気にはこの状況は想定外や。相手は渡瀬組と鬼人会の連合軍、こんなありがいな。今日一番の山場が来るのは近江の本部は戻った。ああ俺もそのつもりだった。だからもしあんたが無所で体なまらせていたんなら多分俺らはここまでだ。わしゃ今日という日に備えとったやで。なまっとるわけないやろが。あんたこそ年食って錆びついとらんやろな。いいだろう、少し希望が出てきた。お前はどうだ鶴野。はどうって、あんたらレジェンドとトリオで喧嘩できるんや。さっきからチータギってしゃあない。上出来だ獅子堂。長いこと念入りに計画を進めてきたらしいな。だが随分でかい穴がある。あ、ここで俺らを始末できなかった場合はどうなる。その時は何もかもご破産じゃねえのだ。本当にここにいるお前らだけで俺たちを止められるのか。おもろいな。また動画撮っとけ。近江連合全員に俺らのお手柄見せな。へい。老害どもはまとめて始末したる。今ここが新生近江連合の幕開けや。
ぶち殺したれ。しゃあ、あいつらは何とかする。持ちこたえてくれ。こんなことあるかい。おかげでいい肩慣らしになった。悪いが俺らの本番はこの後なんでな。まだ終わっとらんやろが。おめえ、せっかくのスクープをすまんな。殺したかったのはあんただよ。わしもお前やったらそう考える。お前に殺されるんやったらしゃあない。あんたのそういうとこが好きだった。なんで裏切った。なんでだ渡せ。悪いな、わし今日は死ねんのや。おざくな。まだ嫌がったのか。あなた方のピンチかと思い切ってアクセルを踏んだんですが、少し過剰防衛でしたかね。花、なんでここに。うちもおるで。最近はうちでも赤目さんから蒼天堀の情報を仕入れてましてね。彼女は大したものです。この町一帯に目と耳を張り巡らせている。すると今日、死んだはずの西谷らしき人物が目撃されたと。ほんのついさっきな。それで余計なお世話かとも思いつつ様子を見に来たんです。手ぶらじゃなんなのでリムジンをお持ちしました。近江の若頭を乗せるならこれくらいのグレードでないと。スーツの替えもあるで、上流。あんた血まみれやんか。えらい気の利く味方がおるんやな。俺も驚いてるよ。親父の着替えもここにあります。どうやら腹痛い言うて休んどる暇はなさそうやな。ああ、言ってなかったか。ふん、ここからが本番なんだぜ。ふん、分かっとるわ。ちょっとしみるかもしれんけど、見た目だけでも傷隠さな。これから近江を解散しよういうのにカッコつかへんやろ。自分とこの飼い犬にめっちゃ噛まれてましたって。
痛いとこついてくんな、姉ちゃん。返す言葉もあらへんわ。お腹は血止めただけやからな。せいぜい動かんようにしとき。くそ、行った。あなたは休んでいるしかなさそうですね、鶴野さん。歩くのも辛いようではどうしようもないでしょう。アホ抜かせ。親父は腹まで刺されとるんやで。それに今日のために準備重ねてきたんはこの俺や。これからって時に外されてたまるかい。まったく、なんでそこまで上のために体を張れるのか。極道というのは気が知れません。こいつは今時珍しいタイプだがな。それより西谷はどうする？ご心配なく、すぐ大道寺の者が回収に来ます。我々はぼちぼちここを出るとしましょう。みんなお待ちどうさん。私さんの傷隠しメイク完了や。もう近江の本部行ってええよ。うちはここでお見送りや。お、上流、何？あんたに初めて会った時はここまで世話になると思ってなかった。ありがとな、赤目。改めて礼を言う。なんや、そんなもんこれきり最後のお別れみたいやんか。そうだな、少し固く言いすぎた。戻ったらまた上流に仕事用意しとくさかい。そん時はしっかり頼むで。ああ。これでやっと最初の予定に戻ったな。いや、そうでもない。味方に勘定しとった獅子道が消えて、わしは腹に刺し傷抱えとる。鶴野も足を負傷中や。その代わりにリムジンをご用意したじゃないですか。近江の若頭が泣き言ばかりでは困りますね。おいおい、お前もう黙っとれ。今のは一言余計どころの話じゃないで。こっちはガタキトンのメイクで隠してるみや。しかも本部ついたら精一杯強がらなあかん。今だけ多めに見てくれや。それがお望みとあらば。花は近江の本部まであとどのくらいだ？10分もあれば着きます。つまり15分後には近江連合と東条会の解散が宣言される。どこ吹っ飛ばすかもわからん爆弾に火つけるっちゅうわけや。ああ、あんたは大層の役を買って出たもんだ。極道って歴史に引導を渡そうってんだからな。だがこれはあんたにしかできねえ。解散宣言の書状ってのがあるのか？うん、ちゃんと用意してある。まるで遺言でも書いとる気分だった。確かに似たようなもんかもな。鬼が出るか蛇が出るか、まあ最悪に備えとったら間違いないやろ。さすがに本家若頭の出迎えともなると壮観ですね。この人たちに向かって組は今日で解散というわけですか。もう黙っといてくれ。渡瀬、傷はどうだ？今人生で一番の痛みや。顔が引きつらんようこらえとる。お前は俺が守りきってみせる。誰にも指一本触れさせやしねえ。おい、やめや。これてまうやろ。頭！
よくお戻りで。お疲れ様でした。私はここまでです。無事終わることをお祈りしています。いろいろあったけど世話になったな、花輪さん。上流、あなたはこの先も大道寺のために働いていただきます。必ず生きて戻るように。ああ、わずかな人数で私たち関西近江連合が立ち上げられたのは100年以上前になります。創世記には敵対する組織との抗争も引き起こし、多くの人命が失われた歴史もあります。地域住民の皆様におかれては我々に対して恐怖感、威圧感を抱かれた方々も多く、誠に申し訳ございませんでした。つきましては現会長および組若頭渡瀬勝の連名により本日をもって関西近江連合を解散いたします。う、嘘やろ。大阪府警本部長殿。どないなってますんや頭、何をとるんや。東条会六代目堂島大吾だ。東条会？なんでそんなんがここに。この間ですね、東条会も近江連合と同じく本日をもって正式に解散する。俺と渡瀬さんは互いに今回の組織解散の見届け人だ。このことは病床にある近江連合会長並びに若頭代行荒川真澄も了承している。アホ抜かせ、なわけあるかい。ボギー、取り渡せこの裏切り者が。西島、今日のために念入りに研いできたんやで。最初の餌食になんのは誰なんや。真島の兄さん。わしらはこれから大阪府警に解散届を出しに行く。文句が出るのは百も承知や。せやけどな、踊れらも極道やったら力ずくで止めてみろ。なるほど、そういうことやったんですが、荒川。あいつが荒川真澄だな。そうです。来ないな喧嘩、一生に一度きりや。そしたらとことん楽しめる方につかな。おもろないわな。お前も裏切るんか剣道。味方になると頼もしいね。いや、おもろいことになってきましたな。で、今天道の横におるもじゃもじゃが昨夜話した春日です。ここで俺の都政も終わりだな。でもそれを一世一代の大喧嘩で締めくくれるわけだ。伝説の極道たちと一緒によ。血がたぎるってもんじゃねえか。
始まりますぜ。ああ、狙われるのは渡瀬と大吾だ。誰も近づけさせる。にさらせ、渡せ。やべ、渡せ。なんだやっぱり生きとったか。帰ってきよったな、道島の竜が。あんたが見つけたのか、あの人。あの人？ふっ、何を言うとるね。そいつは臨時雇いのただの用心棒や。名前も知らんで。こっちは任せろ。お前ら前だけ見てりゃいい。後ろは俺が死んでも守る。誰だか死ねが美味しいとこ持っていけやる。くっそー、マジか。キリオさん一人だけカッコつけすぎや。よっしゃ、おかわりといこうか。まだまだ食い足りねえぞ、こら！